まあ、一応肩も若干だけ見るよ。あ、はい、若干だけね。多分あんま凝ってない。うん、凝ってないと思う。うん、確かに。あの柔らかい柔らかいんで。はい。ここに入ってきますね。よし、これと、はい、こちらのこれ消毒でこれいい匂いするからね。あ、はい。はい、はい、見ます。でもね、肩こりないんだろう。ないけど気持ちいい肩もり病はやってあげる。あ、気持ちいいです。肩こりのない人でも気持ちいいようなマッサージをしてあげる。 ありがとうございます。おお、多分マッサージ受けるの初めてでしょ。あ、僕も本当ないですね。ないでしょ、うん、男性の方が意外とないんだよね、本当。ああ、と思います。あ、気持ちいいですね。でしょ。肩こり、あ、まあ、いや、実際には肩こりあるんですよ。 あるんだけど、普段出ないだけで、僕は今こう掘り出してる感じです。あ、肩こりをですか。そう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 、気持ちいいってことは肩こりあるってことなんですよ、本当。あ、何時までしてる。もう10時ぐらいかな。まあ、大概でもこの、あ、まあ、でもランダムですよ。昼間やったりもしますし、結構出没、新規出没って感じ、うん、進出出没か。そういった気配はあります。僕のノリな、まあ、仕事で忙しすぎたら来ないっていうのはありますね。あ、じゃあね、はい、肩はこれぐらいにして。あ、待って、もうせっかくやからさ、肩甲骨やっていこうぜ。猫背取っていこう。なんか、ね、猫背みたいな、うん、猫背取った方がいいよ。本当ですか。うん、あ、さっきやられてたやつですね。うん、そう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 、これをね、こうする。あ、いくよ。はい、もうこれリラックスしてください。リラックス、はい、多分ね、あるうーん、はい、おーおー、こんな感じ。おー、すごい。みんな体験してください。すごい。あ、すごい。これね、意外とやるとこ少ないんだよ、マッサージさんでもね。あ、まあ、結構貴重な体験と思う、本当に。これはこう開いていくことで、あの猫背、あの、要はこれ指入らない人ってこう鉄板になるんですよ。鉄板になるってことはこう猫背になる。なるほど。こうっていうか、こうなればこう出るんですよ、肩甲骨って。あ、じゃあ猫背じゃないですか。猫背、うん、まだいい方。ま、いい、でも硬いよ。硬い。だってここ入らないの、ここ。本当はここまで入らないといけない。あの 100% いい人。おお、はい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 。これ痛いっちゃったの分かった。ここはね、やって損しない。別にあの揉み返しも来ないし。へー、はい、オッケー。はい、オッケー。あ、すげえ軽い。全然違う。全然違う。そう言ってもらえると嬉しいです。ね、はい、行くよ。肩甲骨探しが効くタイプですね。あ、そうですね。うん、絶妙に入るからね。へー、中途半端。今からでも10年後は保証しないよ。あ、わかりました。うん、結構ガチガチになってると思う、本当に。ここら辺が肌がね。おー、ね、おー、おーしか言ってないですけど、大丈夫ですか。多いね。でも、ね、これって発見なんで、新発見ということです、要はね。はい、はい、OK、もういいや。はい、次で、さっき言ってたこれね、気持ちいいやつ。うわー、うん、はい、もう一回。おお、はい、はい、頭組みます。はい、脇伸ばします。はい、OK、はい、そのまま下ろしてください。次ね、腰いくよ、腰。すいません。うん、メインディッシュの腰でございます。応援してますって書いてます。応援してます。はい、最近なんか言われてる、はいはい、週明けぐらいにこのチャンネル見つけてやってるから50ポイント。あ、ありがとうございますね、ほんと。意外とまだ埋もれてるからね、僕のチャンネル。いやいや、腰行くよ。あ、すいません。はい、そのまま楽にしてください。はい、もうちょっと猫背ぐらいがちょうどいい、うん、はい、グッピー。効くは効くよ、うん、お兄さん、左の方が悪いね。あ、分かるんですか。うん、左の腰の方が硬い。へえ。うん、いい感じ、いい感じ。まだ若いからさ、はい、もう今やっとっていい時期、今やらないといけない時期。あ、そ
そうなんですね、うん、これ以上硬くなっちゃったらどん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 やっぱこう手遅れになっていくタイプかな。お仕事何系です？金融です。金融、はい、ガチガチやね。ガチガチです。腰もガチガチです。じゃあほぼデスクワークじゃないですか。あ、でも外回りも。あ、外回りもするんですね。 ありますね。うわ大変そう。いや何よりもストレスがたまりそう。あ、でもサッカーしてるんで。あ、サッカーしてるの、はい、いいじゃん。あ、でもサッカーは腰すごいね、うん、はい、あ、セラピスト週です。僕週、はい、週。YouTube の方にあのインスタも確か載せてるはず。あ、うん、多分日本の方は高いよな。あ、こっちが、うん、ほら、あ、そこ、ここ硬いでしょ。そこが、おー、ピンポイントで痛いはず。本当ですね。うん、あ、すごい、ハマるかもしれないです。いや、でもね、マッサージ本当気持ちいいよ。マッサージって本当新発見なんで、マジで。あ、気持ちいい。普段受けない人の向けです、僕は今やってるのは。あなたの悪いところはどこですかっていうのを当てていってね、あの、まあ、目覚めてほしいのかなって、あの自分のお体のことに対してですね。ああしか言ってない。あーいい、あーいい、うーえーって感じ。おーおー。あ、気持ちいい。ここここここすごいね、ここね、ここここ、うん、デスクワークって感じだな、ここら辺もな。ちょうどあやけここを起点に曲げてるってことなんですよ。ああなるほど、うん、あ、やっぱ負荷がかかるところが硬くなりますんで。ああ、はい、OK。 に対してこっち行くよ、ほら。そう、あ、そこまで寝ないと思う。左に比べる、左の方が痛いですよ。左の方が痛いでしょ、うん、全然違うんですよ。これだけ違うんですよ、体っていうのは。ちょっとカメラ的には分かりづらいですけど、ここら辺は。私の顔だけです。そうでね、こうでもう一回触るよ。あ、すごい。でもう一回触って こっちね、ここほらほら、全然違うよ。まあいつか、はい、ね、彼女さんとマッサージ来たらいいよ、はい、メンテナンス、はい、ちなみにお店の方でもコラボ撮影してますんで僕。あ、そうなんですね、はい、いいっすよ、全然いいっすよ。あのお店に来たら、ちゃんと寝てコラボできます。あのこのチェアじゃなくてね。ソフトですね。よし、では最後にね、あの肩周りをあのトン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 していきますよ。あ、さっきのやつですね、うん、はい、行きます。こんな感じなんだ。さっきこんな人だっけ。うん、これは肩たたきなんですけど、やっぱうまくやるとリズムよく、うん、で、あの、まあ、痛くない肩たたきってやるよ。おお、ほら、受け取ってよかったっしょ。いやもう本当すごい、うん、え、だってリアルの、お金換算したら普通にこれ1000円取れますからね。ああ、これだけで。あ、そうですよね。あ、でもまじで、みんなチップくれようとしちゃうけどな、全部受け取ってねえや。へえ。最高で今まで5000円近く、くれる人おったら、いやでもこれ受け取られないけど。へえ、ボランティアなんですね。ボランティアみたいなもんですね。まあ別に YouTube で収益出てるし、一応。すげえ。わあ。いくよ。おおおおお。すごい。気持ちいいでしょ。なんかこんな感じなんですね。こんな感じ。でこう切って頭をこう切って、普通の人やったら。肩もみますよ。でもそんな女性は無料。無料。イベントです。おおおおおお。お疲れ様でございました。ありがとうございました。多分こんな感じがいいのかなと思います。ありがとうございました。はい、ですね、これと、あ、よかった、じゃあこれ、はい、もう取ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ということで、じゃあ、ありがとうございました。一体なんか何でしょうか。